ただいまより福岡ソフトバンクホークス2010パシフィックリーグ優勝記念プレート除幕式を開催いたします。2003年秋に宮崎キャンプを開始して以来初めてのリーグ優勝を果たされました。去る2月1日に行われました2010シーズンスタートセレモニーにおきまして、福岡ソフトバンクホークスにパリーグ優勝記念プレートのレプリカが贈呈されました。そしてこの度プレートが完成いたしましたので、ただいまよりその除幕式を行います。除幕は福岡ソフトバンクホークス宮崎協力会会長戸敷忠宮崎市長、そして福岡ソフトバンクホークス秋山浩二監督にお願いいたします。それではお二方ご登壇をお願いいたします。それでは私の方から1、2、3と掛け声を上げますので、お二方には力強く紐を引いていただきたいと思います。そしてプレートがお披露目されましたら、お集まりの皆様どうぞ盛大な拍手をお送りくださいませ。それではよろしいでしょうか。1、2、3どうぞ。ホークス2010パシフィックリーグ優勝記念プレートがお披露目となりました。それではここでお二方にお話をちょっと伺いたいと思います。まずは戸敷市長の方からご覧になられていかがでしょうか。ようやく8年目で、リーグ優勝されたということですが、もう一つ目標がありますので、ぜひとも今年は頑張っていただきたいと思います。今年こそは日本一に輝いていただきたいですね。さあ、それでは秋山監督に続いてお話を伺いたいと思います。またこの記念プレート年々増えていくといいですね。そうですね、まず一つもできましたんで、今年は日本一のプレートをね、なんとか掲げたいなと思ってます。はい、そうですね、ぜひお集まりの皆様も今年も応援をよろしくお願いいたします。除幕は福岡ソフトバンクホークス宮崎協力会会長戸敷忠、そして福岡ソフトバンクホークス秋山浩二監督にお願いいたしました。どうもお二方ありがとうございました。